8レース1乗戦に1着になりました佐々木選手です。1着おめでとうございます。ありがとうございます。昨日はお休みでしたけども、はい、初日のレースから何か修正したことなどはありますでしょうか。そうですね、取り方とか、あと初日は先行したくてすごいちょっと空回りしちゃったんで、そこはやっぱ冷静に考えて、まあ、自分のできることを考えて今日はレースに臨みました。でその今日のレースなんですけども、はい、まあ、武藤選手がスタートを取って前からになりましたけども、はい、どのように考えられたでしょうか。そうですね、どこが、あ、北井さん以外のラインが動いたら全部突っ張ってから北井さんを迎え入れて、そこから考えてました。しっかりとあそこを突っ張って足を使って、はい、北井選手の後ろに行ったという形ですね。そうですね、はい。まあ、その後神奈川選手で川選手すかさず来て後方になりましたけども、はい、あの辺りというのはどういうふうに見えてましたでしょうか。いや、もうすごいスピードで離れてたん で北井さんが突っ張れなかったんですかね。あそこもそこも分かんないぐらい の状況でした。で二角過ぎからまくりに行きましたけども、川端選手がその前の方にいましたけども、あの辺りの判断っていうのはどうだったでしょうか。はい、もうちょっと浮いてたんで、もう絶対降りてきてもなるべく最短距離行って、まあ、ラインで決まるように頑張りました。でしっかりとまくり切ってライン独占という形になりましたけども、はい、やっぱりライン独占というのは嬉しいですかね。そうですね、この強烈なメンバーの中でラインワンツースリーはすごいいいことだと思うんで、自信になりました。まあ、セッティングも乗り方など見直して、まあ、1日は過ぎましたけども、はい、状態面というのはいい方に来てますかね。そうですね、初日はちょっと、まあ、移動とかの疲れがすごいあったんで、昨日お休みできてすごい良くなりましたね。でこの後 もうケアを中心的にっていう感じでしょうか。そうですね、ケアを中心に、あと睡眠をしっかりとりたいですね。わかりました。はい、では、この後に向けてまた最後に意気込みをお願いします。はい、今後も、ラインのセットで頑張ります。お願いします。